はい、こんにちは、こんばんは。お友の藤原です。本日はね、新しいキャンプギアをご紹介したいと思います。久しぶりにね、焚き火台を買ってしまったんですね。これね、結構前に買っててなかなか使えてなかったんですよ。ちょっとお見せしますね。はい、こちら、名前がウルフ&グリズリーという焚き火台になります。焚き火台と、グリル、五徳ですね。ちょっと開けてみましょうか。これね、クラウドファンディングでね、そのプロジェクトを行っていて支援させていただいたものになるんですけども、ちょっとね、かっこいいです。武骨でかっこいいです。まず中を開けると、説明書とか入ってるんで、これはちょっと置いときます。はい、こんな感じ。パーツは2個、これとこれで、まずね、このパーツを広げます。ビッね。で、もう一つ、これもビッと広げるんですけど、このね、角にポッチが出てるんですよ。で、さっき広げた方にそれが引っかかるようになってるんですよね。こうやって、こんな感じ。横もね、引っかかるようになっていて、で、底面がこうやって波々になるんですよ。多分これはね、その空気がしっかり入って、燃えるね、循環を良くするためのものだと思うんですけども、これが焚き火台です。このままポンと置いてね、そのまま薪を組めて、焚き火をすることができます。これだけだとね、焚き火はできるけど料理ができないですよね。そこで必要になってくるのがこちら。こちらも開けていきましょう。よいしょ。これもね、パーツは2つです。はい、こういった網とこの足がね、展開していく土台となる部分、これに先ほどのこの網を取り付けていくんですけども、まずこの先端にある棒をこの網にはめます。網がたるまないようにするためのものですね。で、ここの角のワイヤー部分にこの、なんだろう、ボッチがあるんですよね。ボッチ、それに合わせてね、こうサイズも変えられるんですけども、こんな感じ、こんな感じで五徳ができるんです。で、先ほどの焚き火台に合わせてあげると、ちょっとカメラ位置変えようか。はい、これがね、焚き火台ね。ここに薪とかを置いたりして、焚き火ができますと。そして先ほどの五徳部分はこういうふうにすれば調理ができるというものになります。で、これはね、その高さを変えられるんですよ。高さ調整としては3段階できます。フラットの状態から3段階です。フラットにすることって、あるかっていう感じなんですけど、例えば直火でやる場合、直火でやるとき、例えばこう地面の上でやるんであれば、ちょっと高さをね、上げてあげて、こういう感じで下にね、薪を置いて直火でやれると思うんですよ。で、そのフラットにすると本当に一番下まで行くんですね、これ。はい、一番フラットにするとここまで、もう本当に地面につくだけですね、になるんですよ。で、これじゃあどんな時に使うかっていうと、正しいやり方かどうかわかんないですけども、穴を掘ってそこに薪を入れてね、焚き火をしたりする場合に、穴の上にかけてあげればここで調理ができると思うんですよ。そういった時にもね、フラットで使えるんじゃないかなと思います。で、主に野営向きでもありますよね。でね、焚き火台とセットで使うには一番高いポジションにした方が使い勝手がいいんじゃないかなっていう気はしますね。はい、で、この網の耐荷重が13キロということなので、大きい鍋でカレーを作ったりとかっていうこともできます。今晩はね、これを使って焚き火をしてみようと思いますので、そちらのね、映像もぜひご覧いただければなと思います。で、値段に関しては、今通常で売られている金額が、この五徳部分が14,080円、
土台の方が1万780円になります。まあ、僕はね、そのクラウドファンディングで購入したので、まあ、支援したので、もう少し安かったですけどもね、今はそのぐらいの価格で販売されております。じゃあね、今晩これで焚き火をやってみたいと思います。あと一緒にね、こういったものもついてきます。黒い棒と、この半円形の黒い棒とシルバーで、ここにね、炎のマークと水のマークがついてるんですね。で、炎のマークは、まあ、言わずとしていたファイヤースチールですね。これで、うん、これで火を起こすことができます。この銀色の方は何かというと、先端がね、ちょっとへこんでるんですよ。おそらくこの網でね、こう例えば肉を焼いたりとかすると焦げがつくじゃないですか。その焦げをこうやって取ったりできるものなんじゃないかなと思います。先日ね、購入した、薪ストーブ用の小さい薪は全然余裕で入ります。で、長い薪ですよね。これはまあ、乗るっちゃ乗りますね。